階段と人口はおよそ2000人。僕たちはある日突然この島にやってきた。どうしてこの島にやってきたのか知る人はいない。なぜ真鍋はこの島にやってきたのか。この物語はどうしようもなく彼女に出会った時から始まる。ここは捨てられた人たちの島です。この島は魔女に管理されています。魔女。島の秘密なんてものを解き明かしたいとは思わない。私と一緒に島を出るって約束してくれる？この島を出たければなくしたものを見つけることです。諦めて。ここの人たちは階段島を受け入れてる。でも仕方ないって。この島のせいにして幸せなわけがない。真鍋、探し物が見つかりましたか？僕たちは本来一緒にいちゃいけないんだ。会いたい気持ちがあふれてくるから。真鍋さんといると七草くんは七草くんでなくなってしまう。誰かをかばってんじゃないのか。もっと傷つくって言ってるんだよ。私は行かないといけない。いなくなれ群青。約束しよう七草、私たちは必ずまた出会うんだよ。